アンタルヤの街並み、アンタルヤ、アンタルヤはトルコ南西部アンタルヤ県の県と、かつてはアッタリアアダリアなどと呼ばれた。1970年代以降は観光都市としての投資が盛んである。この地にいつから人々が定住したのかは定かではないが、ペルガモン王国のアッタロス2世がその強大な海軍の基地として、 紀元前150年にこの地を選びアッタリアと名付けたと信じられている。一方で2008年に行われた発掘の結果紀元前3世紀の遺跡が発見された。アッタロス3世が死ぬと紀元前133年この地は共和制ローマの半島に入った。この時期にアッタリアは繁栄を迎える。2世紀キリスト教がこの地に及び 首都行伝に記されているようにパウロがタリアを訪れた。ビサンティン帝国の時代に、ペマが始まると、帝国の主要な都市の一つとなり、ペマキビュラヨタイのイエヌ、カラビシアのイに、海軍の本部が置かれ小アジアと英華界を管轄した。ヨハネス2世、コムネノスの時代には、海からでしか連絡できない孤立した、全省基地として、トルコ人に退治せざるを得ない事態に陥ったが、 その後、トルコ人を駆逐、陸路を回復した。13世紀、セルジューク朝に征服され、その後、オスマン帝国の支配を受けるまで、アッタリアは、デケ公国の都となる。1335年からの5年間、イブン・マトゥータは、アッタリアを訪れている。また、オスマン帝国の旅行家、エブリア・チェレビも17世紀後半に、アッタリアを旅し、狭い通りに、 家が隙間なく建て込んでいる様を記している。この頃、町は城壁を越えて広がり、港には200層を超える船が係留されていた。19世紀に入ると、オスマン帝国の知事よりも地主が力を蓄えるようになり、それは近年まで続いた。20世紀になると、バルカン半島やカフカースから、トルコ人が続々とアンタルヤに移り住み人口が急増した。 1911年まで西の人口は2万5千人を数えた。キリスト教徒やユダヤ人も移り住んできたが、彼らの住居は区切られた、居住区に設けられた。アダリアと呼ばれたその時代は、町が乱雑に開発され、交代を示した時であった。アダリアを訪れる人々は、城壁とその外の遊歩道を楽しみ、上流階級も、また城壁の外に居を構えた。 第一次世界大戦末期からアンタルヤはイタリア軍の占領を受けるが1923年にトルコ共和国が発足し駆逐した地中海に面し山に囲まれて切り立った海岸線を持つトロス山脈が北からの風を遮り冬でも暖かい地中海性気候である夏は海陸風で極めて高温になることがある農産品として柑橘類、綿花 キリバナ、オリーブ、オリーブオイル、バナナが生産されている。市中心部より1 3トル北東にアンタルヤ空港がある。増え続ける観光客を反映して地中海地方有数の空港に成長した。アンタルヤをホームとするサッカークラブがある。ありがとうございます。